はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回魔人ブーね、吸収形態なんですけども、再起する力が、ミッションにあるんで、今回それでやっていこうかなと思ってます。超最強メンツ、左から2次3突1突、1突2突2突2次です。2突だよね。はい、やっていきましょう。ちょっと初見なんでどんなステージかわかんないですけど、頑張っていこうかなと。もうこのメンツは強いよ。悪いけど負けへんで。そんな余裕ぶって大丈夫か。お、お、自白ダメがある。ほう、やるね。だからそんなん関係ない。さあこれでいきましょう。全体攻撃がなかったらいけるから。ないよね。ないことにしといて、頼む。ないよ。思った以上に硬いですね。やるね。すい、硬っ。この最強メンツを持ったとしてもこの硬さですか。やるね。すがすがしいぐらいだぜ。最後は力属性ってのを覚えてんだよな。4ステージ構成ぐらいあった気がする。おお、打ってこない。そんなバナナ、そんなバナナことがあるか。はい、くたばりな。で、次がベジータ、ご飯、ゴジータか。ゴジータはちょっとでもご飯も残してえな。キラベジも残したいし、同源しましょう。ディフェンス面上げたいんだからな、ゴジータ残さなあかんしな。そい、はあ、いいね、いいよ。さあこっからちょっと考えよっか。ゴジータ映してもいいか。おー、打ってきた。さあどれぐらい食らう。それ35、なめてんのか。おい、いらんことしやがるぜこいつ、マジでいらんことするね。最後に置いてもいいんだけどな。あげれんのだったら最後に置くか。まあ全があるし大丈夫か、大丈夫かな、わからん俺には。ゴシータ映したことないからな。どうだろう、そんな食らわんと思いたいんだけどな。さい、さあ殴るぜ。よいしょ。このあれだね、必殺ダメージが結構うざいな。ダメージより、そい、どう、これはもう一発おかわりで来るんじゃないか確か。そい、オッケー。めちゃくちゃ跳ね上がってんで悪いけど、こっち鉄壁やで。表は回避と鉄壁がいるからなんとかなる。ただこいつゴジータかな、ゴジータがちょっと危ねえか。どう、めっちゃ攻撃してくれてんのはありがたいけど、一応前後はあるから。オッケー、打ってこず。おい、今度はそっちですか。うぜえな、うぜえな、さっきから。投手機玉取って回復しよう。あ、まあこれはこっち、ここはまあ確定ですね。あ、悟空とキラベジだったらリンクはある程度通るんで、
まあ、軽く出しつつやっていけるかなと思うんですけど、回避もこのステージ出てきたらちょっとやべえよな。だいぶやべえですね。だいぶやべえ。ナイス。さあ行くぜ。あよぎ。さあ次。こう。もうその自虐ダメなんな、一体一体全体なんなのよ。いやこれ鉄板では打ってこないだろう。こっちかな。いや待ってよ、そうだね、そっちしかないか。どこで相手が必殺打ってくるかわからんからな。おー打ってきた。さすがに2回打ちされたらちょっとやばいな。跳ね上がっちょるー。セイフ。アタック低下は入るね。これでけえわ。アタック低下は入る。次ご飯先生でも守れそうなんで、ご飯先生にして火力を出したいところではあるね。ご飯受けたら火力上がるから、火力出しつつやっていけたらなと思います。まあでもだいぶアタック下げたんじゃないか。でこっからは、悟空ベジータで、まあ、頑張って相手を削ってっていう感じで、回避向こうはないので、ただデバフは効くんでね、デバフのオンパレードを食らわしたらいいだけの話よ。ただ思った以上に相手が勝て、さあもう大丈夫な圏内じゃないか。何があっても知らんけど2回打ちはしてこないで、ダメージ食らうんでしょ。もう分かってるよ、いってえな。本当に回復するけどな。どうするかな。でも言うてゴジータ落とすしかないんだよ。避ける、避ける、はい避ける。1489万、ナイス。削れ削れ。ってことは元から相手の火力は結構高めに設定されてそうだね。やっぱりどうした、そんなものか、そんな装備で大丈夫か。1800万、まあ復活条件も整ってると思うんで、まあ、ある程度は大丈夫かな。え、整ってるよね、ちょっとわからんわ。打ってこない。ならここゴジータ頼りか。そい、で次が誰、あー GT コンビか。アルハン食らってで底上げして火力をでいいんじゃないかな。これ以上キラベジが食らう必要ないと思うんで。おお、全部食らう、全部じゃないか、2回食らったね。もうそれやめい、結構痛いんだけど、本当に結構痛いぞ。あ、ミスった。こっち取ろうか。思った以上にね痛いんですよそれ。
だからちょっとやめていただけません？1000万。はい。よいしょ。はい。それじゃないけど、まあいいや。本来なら必殺って欲しかったんだけどね。元気だね、君。何回攻撃してくんの？うわ。これ、うわーお！これはちょっとやばいです。これはやばい匂いがする。なるほどね。そう来るか。面白い。ちょっと回復したいでござる。オッケー。ここでこう必殺飛んでこなかったのが貴様の運のつけよ。並びつつされたな。さあどうするかな。次がご飯。いやご飯、そうだな、ご飯移してもいいかもしれない。いやゴジータか、ゴジータだね。それじゃないけどな。68、そんな食らわないね。まあ復活もあるし大丈夫ちゃう。2000万、くたばれや。まだ復活なしで2000万だから強いの。順番ロックやめてほしいな。それにしてもこう回避向こうあったらやばいな。さあクルリンパ、まあキラビジュアでもね、常時復活狙うんだったら残さなきゃいけないしね。そこがちょっと難しいとこではある。はい、はい、オッケー。次なんだい？来いよ。わさ。しかもこの並びやばない。てご飯移すか。ご飯だね。いや待てよ。あ、まあご飯か、ご飯だね。この状況だったら、いや技木玉取ってちょっとドッカンモードずらしたいのでこうします。これでも相手気絶打ってきそうだね、ピッコロだったら。スイッ、おらら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 らってぃー。お、激烈コーだ。予想通りだね。うん、残念だね。そい、残念だって。全部予想通りだ。あーでもそっか、悟空、あれ悟空がこっち来るんだったら最後回避向こうだったらだいぶやばいか。いやそれはないと思うけどな、さすがに。いや、あるかもしれない。なんかありえそうじゃない？怖いんだけど君。812万、いいね。やっぱ安定だよ、安定してる。アルハンは、あー気持ちいい。まあこのターンで倒してくれた方が一番でかいから、倒せ、ぶっ倒せ。あー、ちょい残し。いって、そのダメージやめてくんね、マジで。なんか嫌なんやけど、なんかやだ。わかる？あ、危ねえ。入るとこだった。さあ1941万。まあ最悪ね、やられてもこっち復活ありますから。はい、投げしてください。はい、オッケー。次
次これで最後かな、多分これ最後な、これムキムキ回避向こうはないな、ただちょっと怖いんでこれは使いましょう。あ、使わんでよかったな。まあいっか、相手の火力わからんし。あ、ドッカンモード入ってもらっていいんで入ってください。さあ行きましょう。合力進撃波の火力すごいんかなってことは、本気を見せてやる。なんかそんな匂いするよね。え、でもこのムキムキが最後、全力でいくぞ。え、こいつ、こいつが最後なのだとしたら貴様ちょっとやり直した方がいいぞ。はい、ポン。おい、やり直せ。はい、今いかがだったでしょうか。まあ再起ミッションも兼ねてやったんですけども、思った以上に余裕でした。まあ結構このメンツめちゃくちゃ強いから、皆さんぜひねこのメンツ使ってみてください。まあ回避向こうだったらちょっとなかなか厳しいとこあるんだけど、今回は回避使えるんで、このメンツめちゃくちゃ使えるんで、ぜひ真似してみてください。ってな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。高評価もぜひよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャ。